はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。9月11日ね、もうすぐ4時です。まったりとした午後でございまして、今日はまったりできるんですよ。明日はまったりできないいろいろ事情がございましてですね、ニュースを読んでました。朝鮮日報でございますね、朝鮮オンライン。いやーね、いろいろとやっぱしね、バレるもんですね、いろんなことが、こんなタイトルありますね。9月11日、朝の9時30分ね、キム・ジョンウン氏が送った手紙にトランプ閣下9回点点点、米 CIA お世辞の傑作ウォーターゲート記者によるトランプ大統領へのインタビュー、ボブ・ウッドワード氏の新刊レイジに掲載された新書を全文公開って。新書バレるんですよこのね、まあちょっと読みましょうか。これはお世辞の傑作だ。米 CNN テレビなどが9日過去現地時間に報じたところによると、ウォーターゲート事件の取材で知られるウッドワード氏、過去ワシントンポストの副編集人は、新刊レイジ、過去怒りの中で、北朝鮮のキム・ジョンウン国務委員長が米国のトランプ大統領に送った手紙について、これを分析した米中央情報局過去 CIA が上記のような評価を下したことを伝えた。ウッドワード氏は同書で、過去 CIA の分析家たちはトランプ大統領が歴史の中心舞台に上がったような印象を与えながら、明らかにお世辞が混じっているのを見出した手紙の記述に驚嘆した。トランプ大統領はキム・ジョンウン氏の政治に完全にやられたと通報指摘した。やられたんですよ、トランプさんやられたんですよ、ウッドワード氏はトランプ大統領がキム・ジョンウン氏とやり取りした27通の親書を確保したことを明らかにしている。いろいろ驚くことがあるんですけど、ウォーターゲート事件ってね、あれ1970年代やったと思うんですよ、確か70年代もね、最初の方長なんかな、ニクソンが失脚した事件ですけども、それってね、今から何年前よって、75年やとしたらですね、45年前でしょ。45年前に確か若い記者でしたよ、30歳ぐらいので、今75歳ぐらいでまだ生きてんのみたいな、まだ第一線にいるのみたいな、それがまず驚きまず驚き。大統領の陰謀という映画があってですね、ロバート・レッドフォードが出てくるんですけど、そこでそのウォーターゲート事件がつぶさに語られてるんですけど、あれはいい映画でしたね。で、その時に活躍したあの若い記者、若い2人の記者が暴くんですけども、その方がまず生きてるっていうのは、生きて活躍してるっていうのは一つと、別に生きていただいて何の支障もないんですよ。どうぞどうぞ活躍してくださいということですけど。もう一つはですね、27通の新書って。27通ですよ。トランプ大統領になってまだ4年近くですけども、4年近いですけども、その間27通来てる。ハノイでね、物語した後にも来てるんですよ。もうちょっと読んでいきましょう。もう咳込むわ、ほんまに。トランプ大統領はキム・ジョンウン氏の親書について、括弧一級秘密との理由で提供せず、ウッドロー氏はその中身を見せただけだという。ウッドロー氏は親書の内容を口述して録音し、CNN は2018年12月25日と19年6月10日に作成された2通についてその内容を公開した。多分ほらこんなん来てんねんって見せたんでしょうね。で、そういう意味で読みながらこうスマホかなんかで録音したんですよね続けます。キム・ジョンウン氏は2018年12月25日、トランプ大統領に送った親書の中で、Your Excellency、Your Excellency ですよ。Your Excellency って、Your Highness って言ったら、なんて陛下とか、殿下とか言うんですけど、Your Excellency って言ったら、閣下ですね、日本語で言うの。ちゃんと閣下って書いてある。という表現を9回も使い、これね、
なんと言いましょうね、あの一国の元首がもう違う国の元首に対して Your Excellency っていう言い方は多分しないと思うんですよね。9回も使い、全世界が大きな関心を持って見守る中、美しく聖なる場所で、閣下の手を固く握ったその歴史的瞬間、2018年6月のシンガポール米朝首脳会談を今も忘れられない。まるでラブレターやん。あなたに手を握っていただいたあのシンガポールの夜はって、ね、やってるか勝手にと思うんですかね。と伝えた。その一方で2回目の米朝首脳会談について、ファンタジー映画の一つのシーンを連想させる私と閣下とのまた新たな歴史的出会いを、さほど遠くない未来に全世界が再び目にすることになるだろうとした上で、トランプ大統領に偉大な決断力と素晴らしいリーダーシップを見せてほしいと訴えた。はい、あのね、これね、もう70ぐらいですか、あの時、トランプの、トランプ君ね、あの不動産屋の70のおっさんとですね、あの、キム・ジョンは35歳の、まあ、日本的感覚で言いや、あの、メタボのあんちゃんですね。やたらとメタボですよね、あのあんちゃん。絶対130キロぐらいありますよ、あれ。転がっていきそうだよ、毎日コロンって転がしたら。まあ、いいけど。まあ、これ、今言うた、あの、読んだところはですね、要は、俺のところに情報せえと言うてるわけですね。キム・ジョン氏は2019年2月ベトナムのハノイで行われた2回目の米朝首脳会談に続き、同年6月に送った親書では、数日後に近づいたあなたの誕生日過去6月14日をお祝いするためこの手紙を書いている。ほんまラブレターやね。103日前にハノイで分かち合った瞬間瞬間は貴重な思い出として残る栄光の瞬間と表ほんまラブレターやんこれと表現した。さらに私は私たちの間の深くて特別な友情愛情に書いたらどうやるんだよ、魔法の力で作用すると信じているとも伝えた。ハノイ首脳会談でトランプ大統領は何の合意もないまま会場を後にしたため、キム・ジョンウン氏は手ぶらで戻るという屈辱を味わったが、トランプ大統領に送った親書では栄光の瞬間というお世辞を使ったのだ。キム・ジョンウン氏はトランプ大統領に閣下を尊敬する思いは絶対に変わらないだろうと。うわぁ、尊敬を愛するに書いたらどうなんだよこれ、気持ち悪いなぁ。という表現が7回登場した。7回ですよこれね、これ読むほど面白いですねこれね。続きます。もう終盤ですね。トランプ大統領もキム・ジョンウンとビシャモンテンちゃうわ、ハンムンチョンで会う直前の2019年6月、キム・ジョンウン氏に送った書簡で、あなたと私は独特のスタイルと特別な友情を持っていると伝えたことをウッドワードは明らかにした。こんなんバレるんですね。親書の中身っていうのはですね、外交機密なはずであって、そうそうバレないんですよ。それが全部アメリカ側からバレてるんです。これでもね、こんなことをね、あの、なんたらエクセレシーとか言うてるのね、あの、習近平君が聞いたらね、怒りますよっていうか、もう怒ってますよ。お前この豚ってあんなこと言ってたんかみたいな。わしにはそんな心証よこしいやないかみたいな。思ってるんちゃいますかきっと。アメリカばっかりこびやがって、この豚がって言って思ってるでしょうね。さらに、同年6月30日。ハンムンチョンで会った後にキム・ジョンウンに送った手紙では、2人の写真が掲載されたニューヨークタイムズ紙一面のコピーを添付して送り、あなたと一緒にいたことは本当に驚くべきことだったとの考えを伝えた。トランプ大統領はキム・ジョンウン氏とのケミ呼吸について、あなたが女性に会った場合1秒で事態が進展するかどうか分かる、10分6週間ではない1秒もかからないと表現した。どういう意味があるんでしょうねこれね。俺とお前は馬が合うんや、ケミが合うんやと、ケミストリーのことだと思うんですけど、あ、気持ち悪い。おっさん同士、おっさんとあんちゃんや、おっさんちゃん、じいさんとあんちゃんや、ほんまに
なんかなんかパンムンチョンのあれもね、抱き合ってこう38度線じゃないわ、軍事境界線超えてましたね。ところがそれから1ヶ月後、キム・ジョンウン氏は失望した恋人のような手紙を送ってきたとウッドワード氏は伝えた。キム・ジョンウン氏は韓米軍事訓練が完全に中止されなかったことに不満を表明し、私ははっきりと気分が悪く、あなたにこのような感情を隠したくない、本当にとても不快だと伝えた。ウッドワード氏は2017年トランプ大統領が北朝鮮に向け、火炎と怒りと言及し、米長官で緊張が固まった際、当時のマティス国防長官が北朝鮮との戦争を懸念し服を着たまま眠ったことを明らかにした、うん、またマティス氏、そうですね、当時の国防長官ですね、またマティス氏が国の運命について祈るためワシントン大聖堂に何度も足を運ぶなど戦争の危機が高まっていたことも伝えている。はい、最後です。一方でトランプ大統領は10日ツイッターに、キム・ジョンウン氏は健康だ、絶対に彼を過小評価してはならないと書き込んだ。追加の言及はしなかったが、ウッドワード氏の書籍の内容公開やキム・ジョンウン氏の健康異常説などを念頭に置いたとの見方も出ていると。はい、ちょっと長い記事ですけど読めますね、これね、わーっとね。トトノソマリはですね、キム・ジョンウン君ですね、あの三男ブー君はですね、もう一生懸命ね、ラブレターを送ってるわけですね、トランプ君に。でもトランプ君は一歩も譲歩してないわけですよ。で、口ではいいこといっぱい言うてるんですね。だからジョンウン君はかなり期待してると思うんですね、自分とトランプの関係において、今のこう、危機がですね、打開できるんちゃうんかなというふうに、思ってラブレターを一生懸命送ってるんですけど、トランプ君は口ではいいこと言うんですけども、一切こう、そういう情報な行動はしないと、で軍事訓練もしているというのが今の状態です。トランプ君が喜んだのは確かで、非常に美しい手紙が来たとかって言うてましたね、一時ね。はい、でここで新しい話は、その17年にですね、マティスさんは戦争を確保したということですね。あのミサイルを盛んにパンパン撃ってた時ですね、まあ、あの時ほんまに怒るかなという、私も思いました。これ5分ぐらいで怒るんちゃうのと、まあ怒りかけてましたね。で、トランプさん、この4年間で対北朝鮮外交なんですけども、言ってみれば一歩も前進はしてないんですよ。凍結されたという感じでしょうね。朝鮮半島の非核化という、まあ、ビジレイクで、なんとかなるはずやったんですけども、その中身の解釈でだいぶ違うみたいで、北朝鮮から全ての核を取り除くというのがアメリカの目的なんですけども、それは達成できていません。現在も一生懸命作った春でしょうね。で、ある程度核兵力が完成しつつあると言われています。で、北側はですね、なんとかですね、その核兵器を諦めずに保持したまま経済制裁を解いてほしいというのが北側の希望です。で、それをなんとか引き出そうとしてるんですけども、トランプさんは一切こう譲歩しないという状態で、この4年間3年半やってきたというのが現状ですね。で、その間27回もあのブー君はですね、トランプさんに手紙をって親書っていうんですけど、外交的には送っていた。もうビジレイクに満ちてて、もうゴマスリの傑作というふうにCIA に評価されてると、うわおもろと思いますね。まあ、日本にも多少関係があります。北の核っていうのは日本に届く、まあ、能力があるというふうに言われてますんで、それなんか取り除いてほしいっていうのは日本の希望ですけどね。まあ、これも当面というか、大統領選挙終わるまで、ですね、棚上げでしょうね、この問題は。でも、アメリカは親書をばらす国やなというよう分かりました。まあ、めったに親書なんか送れませんね、ほんまに。ばらされて、これ大恥かいてんの、ジョンウン君やんと思いますよ。まあ、国内はね、ニュースにせえへんかったらいいんですけど、これ韓国のメディアですからね、僕今読んでんの。韓国にバレてるわけでしょ。で、その次に中国っていうか、まあ、すぐに中国にバレて、もう今現在バレてるわけでしょ。かっこ悪い。日本にもバレてるわけでしょ。かっこ悪いっていう感じですけどね。はい、ちょっと長くなりましたね。はい、そういう、こう、ジョンウン君焦りまくりというニュースでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。